ティーメディアワークス熱中日和。狼と香辛料、海を渡る。初めからだ。俺の名はクラフト・ロレンス。町から町を渡る行商人だ。行商人は皆同じ夢を抱いて旅をする。いつか自分の店を持つ。俺もまたその夢を追う一人だ。行商の旅というと聞こえはいいが、気楽でも華やかなものでもない。むしろその逆だ。一年の大半を馬車の上で過ごす行商人にとって、孤独は職業病のようなものだ。旅を共にする連れがいたらどれだけいいだろう。そう願わない行商人はいない。馬が人間になって話しかけてきた、なんておとぎ話を信じてしまいたくなるのも無理からぬこと。そう思っていた。麦に宿る狼の化身と呼ばれる存在に出会うまで。良い天気じゃな。日差しは暖かく、風も柔らか。横になっておれば尻も痛まぬ。尻尾の手入れには絶好の日和よな。しかし同じ風景が続くと、さすがに地と秋が来るというものじゃ。まぶたが重くなってきてかなわぬ。そんな盛大なあくびじゃ堅牢の名も形なしだな。適度に暖かい上に揺れがまた心地よくての。これで眠くならぬというのは嘘じゃ。いいご身分だな。その心地よい揺れがあるのは誰のおかげだ。御車台で一人尻の痛みに耐え、目をこすりながら手綱を操る者がいてこそだと俺は思うんだがな。もちろん主には感謝しておる。じゃが走るのは馬の役目、馬を御すのは人の役目じゃ。あいにくわっちは人ではないからの。残念でならぬが、その役目は主に譲るとしよう。で、自分は結局毛づくろいというわけか。なんじゃ、今日は主やけに噛みつくの。さてはわっちが荷台にばかりおるので寂しくなったのじゃな。いつまでも甘えん坊じゃな。つまり主はこう言いたいのじゃな。俺はお前のぬくもりが恋しい。片時も離れずいつも隣にいろと。今度はだんまりかや。まあそう怒るでない。釣れないオスじゃ。それにしても思いのほかかかるの。もうすぐ町に着く頃だと思っておったんじゃが。ああ、そのはずだ。大きな町だからな。そろそろ何かしら見えてきてもいいんだが。次の町はリュビンハイゲンと言ったかな。そうだ、この辺りで少し行商して
金を貯めたら北へと向かうつもりだ。北に行くにも元手がなければ行き倒れるだけだからな。少し時間がかかるが辛抱してくれ。人の世は世知辛いものじゃのう。まあわっちとしても急ぐ旅ではありんせ、気にしないでくれれ。俺とホロは共に北の地ヨイツを目指して旅をしている。ホロの故郷へと向かうためだ。ホロの願いは遥か昔に後にした遠い北の故郷へと再び戻ること。俺はそこへ連れて行くと約束した。ホロの故郷が具体的にどこにあるのかはまだよく分かっていない。情報を探しながらの探索行動。北へと至る道は遠く、その上故郷の手がかりはなかなか見つからない。正しい道をたどっている保証もない。しかし困ったことに、俺は焦りを感じるどころか、この状況が続けばいいとさえどこかで思っている。理由は自分でも分かっている。ホロとの旅が楽しいからだ。誰かと一緒の旅というのがこれほど楽しいものだとは思わなかった。会話の弾む相手ならなおさらだ。おまけにホロは甘え上手だ。こちらも引き込まれてついつい余計な出費や寄り道をしてしまう。だが浪費は旅人にとっても商人にとっても大敵だ。稼がなければ旅は続けられない。しっかり財布の紐を締めなければ。いつも町に行く前にはそう固く決意しているつもりなのだが。なあ主よ、次の町にはどんなうまいものが待っておるのかの。この前の魚もなかなか美味だったが、そろそろ炙った肉が恋しいの。羊の肉なら文句なしなんじゃが。おいおい、道楽じゃないんだぞ。先は長そうだからな。節約しないと共倒れだぞ。分かっておる。バッチとて主の懐事情くらいは把握しておるつもりじゃ。だが主は優しいからの、きっといいものを食べさせてくれる。主はわっちの笑顔といくばくかのどうかを天秤にかけるような、そんなつまらぬオスではないと信じておる。それにわっちの助言で儲けることだってあろう。まあな。そうだな、少しくらいの出費は考えてみても悪くはないな。確かに長い旅では休息も大事だ。今夜は久々にゆっくり休めそうだし、何かおいしいものでも頼むか。主は話がわかるの。それでその食事には不老酒もつくのかや。それはダメだ。酔った挙句に街中で耳や尻尾を出されてしまっては大変だからな。ユビンハイゲンは教会都市と目されるぐらいだ。異端の者には厳しいぞ。何、わっちは堅牢ホロじゃ。そんなヘマなどするわけがなかろう。安心して注文してくれれ。食事が楽しみじゃ。早く町に着かんかの。いいか、少しだけだぞ。もちろんじゃ、分かっておるたま。あんな鮮やかな染料はなかったものじゃ。こっちは串焼きの店じゃな。いろいろありすぎて目が回りそうじゃ。おいおい、よだれが垂れてるぞ。うん、わっちはそんなはしたない真似はせぬ。そうだな、よだれならまだいいが、はしゃぎすぎて尻尾を出すぞ。よだれなど出ておらぬというのに。ところで主よ、向こうから何やら甘い匂いが。すまないが寄り道は後だ。位置で商品を見るのが先だな。仕事であれば仕方がない。では早速市場へと向かうことにするかな。
今は荷馬車が空だ。食事もいいが、その前にまずは商品を買い付けないとな。主も商人じゃな。荷馬車が空では食事もできぬとはな。先立つものがなくてはわっちらの旅もままならぬ。しっかり儲けてくれれ。ユビンハイゲンのくるみは北方の町で人気があるらしい。仕入れておいて損はないだろう。今日はどうするんだい？また寄ってくれよ。なかなか上等なくるみではないか。適切な場所で売ればいい値段で売れるのではないかや。次に向かう町の場所についてきちんと情報収集をした方が良いと思うのじゃが。そうだな。酒場で噂話を聞いてみるか。いい情報が得られるかもしれない。もちろん食事も兼ねてな。
らっしゃい。こんな噂を聞きましたよ。ご注文は。そうですね。ご注文は。またのお越しを。さあ、出発するとするか。クメルスンの町を目指そう。君は？よかった、人違いじゃなくて。私、紹介で伝言の連絡役をしているソフィーと申します。お兄さん、確かうちの紹介の方ですよね。以前、実はですね、急な依頼が紹介に舞い込んできたらしくて、人を探しているところなんですよ。隣町までの届け物の依頼なんですが、今皆さん出払っていて困ってしまっているんです。ロレンスさん、もしよろしければ召喚に来てみてください。報酬も出るらしいですよ。ようこそいらっしゃいました、我が紹介へ。届け物の仕事で人を探していると小耳に挟んだのですが、ご興味を持っていただけたのですね、助かります。実はですね、この町の名産の鯉を隣のレノスの町まで運んでいただきたいのです。もちろん報酬はご用意させていただきます。結構需要があるものなのですが、いつも運んでくださる方が病に倒れてし…わかりました、引き受けましょう。私も紹介の一員ですから。では契約成立ですね。ありがとうございます。では取引にあたって、あらかじめまず品の仕入れについて、依頼の品を
前払い金は出ませんので、契約をする前に手持ちの銀貨と依頼内容を確かめておくのが良いでしょう。次に契約の完了について。契約は依頼の品が全て揃った時点で完了となり、報酬が渡されます。依頼には決められた契約日があり、この日を過ぎると契約不履行となってしまいます。契約不履行となりますと、お支払いいただいたお金や商品は一切返ってきませんので、ご注意ください。ただし期日より早く届けていただいた場合には、多めに報酬がもらえることがあります。ですから素早く依頼の品を集め、早めに契約完了させることが儲けへの近道です。ではどうぞよろしくお願いいたします。ようこそ。よろしくお願いします。今日はどうするんだい？ありがとうよ。またな。契約の品も仕入れたし、レノスへ向かうとしよう。ふむ、荷台に空きがあるようなら仕入れも忘れるでないぞ。いらっしゃい。こんな噂を聞きましたよ。ご注文は。またのお越しを。いらっしゃいませ。今日はどのような用件で？ありがとうございます。ところでロレンスさん、この後のご予定は？北へと向かう予定です。連れの目的地がヨイツという遥か北の地で、そ
そこを聞かない地名ですね。となると海を渡って向こう岸までということになりますかな。海？ええ、もうしばらく北へと進むと海にぶつかります。海といっても内海ですから、ぐるっと海岸沿いに陸路を進むことも不可能ではありません。ただ陸路はお勧めしませんよ。船に乗るのがよろしいでしょう。やはり時間がかかるからですか？それもありますし、異なる文化圏の国を通ることにもなりますからね。戦争の噂も聞こえてきますし。なるほど。それでは船で行くのが良さそうですね。ええ、対岸にはザーラントという服飾で大層有名な町がありましてね。大概の船はそこへ行きます。リーモルンの港から船が出ておりますから、そこから行かれるのがよろしいでしょう。リーモルンは今最も栄えている港町でしてね。昔は小さな町でしたが、今は立派な聖堂もあるんですよ。何から何までありがとうございます。ではリーモルンに行ってみます。ロレンスさん、あなたはどうやら信頼に足る商人のようです。そこでもしザーラントへ行かれるのなら、一つ頼みがあるのですが。何でしょうか？実はこの再建の改修をお願いしたいのです。当紹介にザーラントで店を開いた商人がいるのですがね、なかなか改修に出向くこともできませんで、期限があと1年なので、そろそろ誰かに行ってもらわなければと思っていたところなのです。どうです？この証書を買い取りませんか？結構な金額ですね。お安くしておきますよ。もちろん回収したお金は好きにしていただいて結構です。それにこれから船に乗るのであれば、1年の期限は全く問題にならないでしょう。旅をするには資金も必要です。回収できればロギンには十分すぎるほどの利益が出るはずです。いかがでしょう？当紹介にとってもロレンスさんにとっても良い話だと思うのですが。そうですね。わかりました。紹介のためでもありますし、引き受けますよ。おお、ありがとうございます。ではこの債券をお渡しします。過ぎることはまずないと思いますが、回収の期限は1年です。ではザーラントまでのご無事を祈っております。良き旅でありますように。いかがなさいますか？実はいかがなさいますか？それではまた。ホロ、どこだ？おい、ホロ、仕事終わったぞ。すまぬすまぬ、そこの角で若いオスに声をかけられてしまってな。山ほどの甘い言葉をもらいし、この姿でおるのもなかなか悪くないものじゃ。それよりむしろ嬉しそうじゃな。商売がうまくいったんじゃな。ん？そんな風に見えるのか？隠さずともよい。その顔では聞かずとも自ずと知れるというものじゃ。実際だいぶ懐が温かくなったからな。顔もほころぶというものさ。ロギンの足しにと思って、ヨイツへ向かう途中の町に少々届ける仕事もついでに引き受けてきた。大丈夫なのかよ。期限や厄介な制約があったりするのではないか。1年以内に届けろとのことだったが、どうせすぐ北に向かうんだ。
心配することはないさ。それにこれで旅費の目処もついた。このまま行商を続けていけば北へ向かっても困ることはないだろう。そう言ってくれるとわっちも嬉しい。主はやはり優しい様子じゃな。で、当面はどこに向かうつもりなのかな、主よ。ザーラントへ向かおうと思う。その町に聞き覚えはあるか。いや、聞き覚えがないの。ここから北にある町なのかな。北というより対岸だな。街道沿いに北上してしばらく行くと海が見えてくる。ただ海といっても内海なんだ。そこの対岸にあるのがザーラント。旅人たちには北への玄関口と言われている。なのでまずはザーラント行きの船に乗ろうと思っている。なんと船かよ。ああ、それが一番早くて楽だと思う。陸路で行くとかなり大回りになってしまうしな。召喚で聞いてみたところ、ディーモルンの港から行くのがいいだろうとの噂だった。ディーモルンは湾岸沿いでは今最も栄えていると言われている大きな町らしい。昔は小さな港町だったんだが、今や立派な聖堂も擁する大都市なんだそうだ。なるほどね。それだけ栄えておればいろいろと情報を集めることもできそうじゃな。ああ、お前の故郷に関する話も聞けるかもしれないな。海を渡った記憶はあるのか。あるようなないような。何せ昔のことじゃからのよくは覚えておらぬ。じゃが主よ、舌や鼻は覚えておるやもしれぬ。とびきりの海の幸でも食べれば思い出せるかもしれぬぞ。どうじゃ主よ。残念ながら船に乗る前には食べないのが鉄則だ。ありがたい旅になりそうだね。ホロさんか。いらっしゃい。こんな噂を聞きましたよ。ご注文は。またのお越しを。ようこそ。では、またの機会に。なんか用か。おう。ああ。できたぜ。なんか用か。
また。ヌシオ、ユビンハイゲンで仕入れたクルミを売りに行くのかや？ああ、売却できる価格を確認して利益が出るなら売ってもいいだろう。売った後は商品の仕入れも忘れぬようにな。どうした？またな。今日はどうするんだい？ありがとうよ。また寄ってくれよ。どうした？そんなに鼻をヒクヒクさせて。何か来るのか？風が湿っておる。一雨来そうじゃ。本当だ。空が急に暗くなってきたな。町まで持てばいいんだが。いや、おそらく無理じゃな。早めに雨宿りした方がよい。思いのほか激しくなりそうじゃ。それは大変だ。少し飛ばして大きめの木を探そう。うむ。ここまで大ぶりになるとは思いませんでした。しかし、こんなに可愛らしい先客がいらっしゃるとは。雨宿りもたまにはいいものですね。私は行商人のロレンスと言います。こちらは連れのホロ。あなたも旅の途中ですか？はい、私羊飼いのノーラ。羊飼いだったんですか。道理で頼もしい連れがいらっしゃるわけですね。ええ、この子と一緒に旅をしてます。エネクって言うんです。
いろいろと私を助けてくれてます。ノーラさんはどちらへ？リュビンハイデンに戻るところです。私、服の下手職人になろうと思っていたんです。それで、服飾で有名なザーラントを行きたくて。ザーラントさんの毛織物は質がいいと評判の高級品ですからね。商人の間でも人気の品ですよ。ええ、私も憧れてるんです。それで船で渡ってどこかに弟子入りできたらいいなって思って。でもリーモリンで船に乗れないことが分かって仕方なく戻ってきたところなんです。なぜじゃ？船が出ておらんのか？違います。船自体は出ているみたいなんです。でも今はリーモリンの港は渡航制限がかかってるんです。乗せてもらえなくて。本当ですか？ええ、本当です。私みたいな素性の知れない人間はお断りだって言われちゃいました。それに船賃がすごく高くて、貯めたお金じゃ全然足りないことも分かったので戻ってきたんです。ルビーハイゲンに戻ればまだ仕事のつてがありますから。なるほど。ロレンさんは商人さんなんですよね？ええ、旅から旅のしがない行商人です。もしお気が向けば私を雇ってくださいませんか？護衛の仕事なら私もできます。羊飼いをしていましたから危険な狼から馬車を守るくらいはできると思います。確かに狼は危険ですからね。最近では馬車だけでなく財布に穴を開ける狼まで出始めて。主よ、無駄話をしている間に雨が上がってきたようじゃぞ。あら、私ったらすっかり話し込んでしまって申し訳ありませんでした。いえ、こちらこそ貴重な情報をありがとうございました。またこの辺りを通ることがあったら護衛をお願いするかもしれません。その時はよろしくお願いします。はい、ぜひお願いします。ではお気をつけて。小綺麗な教会の建物がよう目立つ。じゃが区画によって古い町並みと新しい建物との差が激しいの。道を曲がれば別の町のようじゃ。仕方ないさ、ここは最近になって急に大きくなった町だそうだからな。ま、新しい建物があるってことはそれだけの活気があるってことさ。悪いことじゃない。しかし主よ、わっちは道中で出会ったあの小娘が言っておったことが気にかかっておるのじゃが。羊飼いのノーラと言っていたのは船に乗れなかったというあの話か？そうじゃ、主は相当デレデレしとったから覚えておらんかと思ったがな。デレデレなんてしてないだろう。実際にあの会話で貴重な情報が聞けたんだし。まあそれは一理ある。しかしわっちは主の態度が気に入らん。主はああいういかにも守ってやりたくなるような貧相で金髪の娘が好みなんじゃとよく分かった。そんなにふてくされるな。だいたい俺はお前を船に乗せに来たんじゃないか。お前はここにいて、あの娘はここにいない。この事実が何よりの証明だろう。
それとも俺たちの食費や旅費を削ってあの娘の船賃を払ってやった方がいいとでも。これ以上問い詰めて本当に食事の質を落とされてはかまわぬ。ま、ここを素直に謝っておくかな。ともかく憶測だけで語っていても何も始まらないからな。町を回って噂を集めてみよう。そうじゃな。いずれにせよとっとと海を渡ってしまいたいものじゃな。いらっしゃい。こんな噂を聞きましたよ。ご注文は。またのお越しを。いらっしゃい。ありがとうよ。また寄ってくれよ。え？ザーラントに渡りたいと？どちら様ですかね。行商人のロレンス様、お連れ様もいらっしゃると。申し訳ありませんが、現在信用できる第三者のご紹介のない方のご乗船はお断りさせていただいております。今海には海の悪魔と呼ばれる大ガラスの怪物がいるようでしてね、何人も犠牲になっているのです。よって渡航許可を出せるのは教会が渡航が必要だと認めた要人と証人の方のみとさせていただいております。現在は商船といえども教会の護衛船が同行する形を取らせていただいている次第です。ご了承ください。つまりは教会の関係者か相応に身分のある方でなければ渡すことができないということでしょうか。そういうことです。教会の船に守っていただいている以上、教会の通達は絶対です。なんといっても正式な渡航許可を得ているのはこの辺りだとうちの港ぐらいなものですからね。こちらが渡航許可証です。周辺地域の皆様のご協力もあり、現在は我々が管理を行ってます。大切な渡航券を預かる私どもとしても、身元不明の方や異端の方を渡すわけにも参りませんので。なお紹介がある方のお連れ様につきましても、ご身分の提示は行っていただきます。ご乗船の際には顔もはっきりと確認させていただきますので、その旨ご了承ください。お連れ様はフードをしていらっしゃるようですが、何か問題でもあるのかよ。はい、念のためそのような被り物や外套などは航海中私どもで預からせていただきます。なんじゃと。大変ご面倒をおかけしますが、身分を偽って乗船する不審者もおりますので、何卒ご理解ください。それではごきげんよう。のう主よ、どうも状況は芳しくなさそうじゃな。あの受付も融通が利きそうな輩ではなさそうじゃった。何を言っても縦板に水だしの。ああ、正攻法で渡るのはかなり厳しいと言わざるを得ないようだ。
しむしよ、海の悪魔とやらは一体何なのかの。わっちにはこの海にそんな怪しげなものがおるようにはとても思えぬ。単なる口実ではないのかよ。愚痴をこぼしても仕方ない。旅には不条理がつきものさ。そう言いたい気持ちはわかるけどな。さあそろそろ行こうか、ホロ。どこへ？もちろん次の情報を集めにさ。もっといろんな人に話を聞けば突破口も見つかるかもしれないだろ。塞ぎ込んでても何も変わらない。うまいものでも食べて元気をつけて次の聞き込みに行こうじゃないか。それもそうじゃな。セーブが終わったぜ。